こんにちは、くまみきです。今日はこちらのあずま袋を作っていきたいと思います。結構今100円ショップでいろんな可愛い手ぬぐいが売ってて、で私もねついついこう可愛いな、なんか使えそうだなって思って買っちゃうんですけど、まあ、ここにある3つがねそのついつい買っちゃったシリーズなんですけど、まあ、結局溜まっていくだけで使ってないなってことに気づいたので、今日はねこのダイソーで買った手ぬぐいの裏のところに書いてあるこのあずま袋の作り方ってやつを見ながらちょっと作ってみたいなと思います。ダイソーでね3つも買っちゃったと思ってちょっと1個出してみるね。なんかね柔らかいけど、でも最初だからかまだちょっとパリッとした感じがする。はい、お、あ、こうやって畳んであるんだ。こんな感じで、はい、長い手ぬぐいです。かわいいね、夏って感じ。じゃあこちらの手ぬぐいであずま袋早速作っていきたいと思います。もうねものすごく簡単なんだよね。まずちょっとこのタグ邪魔になりそうなんで切っちゃいます。そして手ぬぐいの柄の面を上にして、これを3等分、あ、いい感じになった。1回目はまずこの左と真ん中の2枚塗って、その次はここを戻すのか、戻して今度はこっち右側と真ん中のこの逆側を縫うってことになるんですね。ちょっと見えづらいと思うけど線引いてみました。1回目ここを縫う、パタッとして、2回目はこっちを縫う。やってみます。わー、久々のミシン超嬉しい。なんかこれ手縫いでもいいし裁縫上手を使ってやってもいいと思うんですけど、最近ミシンやってなくてすごいね無性にミシンがやりたくなったので、今日はミシンでいきたいと思います。はい、じゃあ塗っていきます。なんかあれだね、いつも上からカメラ撮ってるんだけどさ、ミシンだと上からだと見えないから今すごい頑張ってここにカメラいるんだけど、機材丸見え感がやばいけど、まあやります。はい、じゃあちょっとさっき印つけたけども、まあここの1センチに合わせてやっていきます。よし、いきます。最初3針ぐらい縫って返し縫いしようかな。あとあれだ、糸白を使ってるけど本当はね紫がいいと思う。この布紫がメインだからちょっとなかったから白使っちゃった。返し縫いしていきます。はい、まず1箇所目縫えました。そしたらこの今縫ったところの上の部分を1回ペロッと外して、反対側もきれいに畳んで今度は上を縫っていきます。縫います。糸の処理をしていきます。はい、というわけで縫えました。こうやって持つとなんかもうバッグっぽい形になってますよね。
で、これをじゃあひっくり返してみます。どうかな。お、いいね。あ、柄の向きとか気になるかなって思ったけど、そんなに気にならないですね。こっちが上で、こっちが上で、こう逆向きになる感じ。このかき氷の柄とかだとちょっと気になりそうだけど、この花火の柄だったら全然大丈夫。で、あとはてっぺん結んであげたら、はい、あずま袋完成です。めっちゃすぐできた。思ったよりも結構しっかり物が入りますね。私本当にちっちゃいお弁当1個入るぐらいかなって思って、お弁当入れにしようって思って作ったんですけど、めっちゃ入ります。で、これここのね、まあ、結んだとここうやって解いてちっちゃく畳んでおけば全然かさばらないんで、こんな感じでね。だから本当にお買い物の時のサブバッグとか、あと浴衣でお出かけする時って結構浴衣用のバッグってちっちゃいじゃないですか。なんでこれをもうハンカチ代わりにもなるしね。そう、そういう感じで忍ばせといて、なんか荷物が増えちゃった時にこうサッと出して、ちっちゃい袋持っとくとすごい便利かなと思います。はい、というわけで今日は100円ショップダイソーで買った手ぬぐいをあずま袋にしてみました。本当にもう説明書に載ってる通りやっただけですごい簡単なんで、皆さんもぜひ作ってみてください。あと手ぬぐいって他にもね、きっといろんなもの作れると思うんで、こういうの作ったら便利だったよとか、これ作ってみてくださいとかあったらぜひコメントの方で教えてください。今日の動画楽しんでいただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。